今天能爬到哪儿就是哪儿。这下抽象了，哇，呵呵，这场景真是够抽象的。椒盐之庭哈拉瓦 ，Holy shit！ 起码换了个场景，新鲜一点。失之无者，尤加利一上来就是个暴击。这个场景是真眼花缭乱，我连敌人在哪都没看到。成粤语专场。真是成他专场了，三次战斗三个全是他打的，这一个人怎么办？之手，
どうする？死にますか？この小娘はいい相手かも。でも油断は禁物です。来い、そこだ。バッチリじゃん。三。おかえりなさい。先把真田换上来。あの。さて。あの。哎，小子！目がチカチカするけど。给我滚过来！ちゃんと見ないと。例の扉だ。What the fuck？ 何が出るかお楽しみ。哎我操！这追了半天也没追上。皆さんなら余裕です。自転車。まだまだ強くなれる。大量伤。うまく決まったな。我靠，这也太……这场景，天！今なら負けない。 Jump in!
使い時か？ヘルメット。攻撃終了。シャドウ反応を消失しました。敖德的脸。お疲れ様です。この中身も ガンガン進もうぜ。出たなシャドウ。敵は3体。体勢で倒しちゃいましょう。解析準備中です。もう少し時間はかかりそう。急げ。リーダーお願い。今なら弱点はつけます。アヌビス。やり。行こう。うまく決まったな。敵の分析に備えておきます。この場面なら冰怕火，やるな。これでも食らえ。例の箱があるようだな。先生の勝利。敵2体。皆さんなら余裕です。那种直接快速战斗就好了，有的时候就一波能带走，他这个数值应该算得出来。いい連携だった。さあ次だ。クラブでパーティーとかこんな感じ？行ったことねえか。先制できます。怖い相手ではありませんね。今消える。もう一つ。いや。じゃあ終了。お疲れ様でした。
就这么两条路，你要去哪侦查？さあ次だ。意識のせいか、頭が。25万金。素晴らしい。楽しみに。ご用件を伺います。登録上書きしてよろしいです。登録いたしました。が、どのようなペルソナをご所望？良い選択かと存じます。どちらを継承なさいますか？该生就生。力を授かって始まります。不需要的，因为有尤加利帮助。洛基69，巴菲尔。
こちらは強いペルソナです。引き継ぐスキルをお選びください。卡尔卡加、拉库卡加、斯库卡加分别是什么技能来着？我操！让我查一下。卡尔卡加，我真记不住啊！这卡尔卡加、斯库、拉库卡加。库卡加，卡尔卡加攻击力上升，斯库卡505 service temporary not responding motherfucker。库卡加三回合内命中闪避提高，拉库卡加防御力提高。強大な力を授かって生まれるようです。大天使的庇护。こちらは強いペルソナです。こちらのペルソナですね。おやめになりますか？また。如果我
下回合没有用那个自动反弹，它效果会没亮，还是说？次もさっきみたいに決めよう。紧紧关。久与戏剧之神，階段ミッキー。Yeah.
状況は。これで今なら弱点がつけます。ベルフェゴール、一撃です。やり行く。现在开始升级越来越慢了，当然这所有游戏都是这样。其实别说 P3 的配音对话还真不少，而且我不知道这它是不是跟其实没比原版加台词，不清楚这个，但是我记得当初就有朋友说，就是 P3 在当年就属于 JRPG 里配音最多的那个，起码几乎 90% 的主线的都配。但是不知道什么时候 JRPG 才能达成完100%全配音，现在 WRPG 几乎都是全配音，尤其是非 CRPG 的 WRPG。都找不到什么没有全配音，但现在你看最新的如龙也不是全配音，我不知道暗喻幻想，但龙之信条应该是全配音吧。龙之信条2是全配音吗？那看来是，那也看来确实不像 JRPG。 JRPG 还有一点就是总会有没配音的地方，这应该不算是一个标准，但是就反正都是那样，不知道为什么。龙之信条确实不是寻常的日本厂商做的 RPG， 只能说从这里看出来。暗喻幻想我猜还是会有一些没配音的感觉模式来说。那最终幻想15呢？最终幻想16是没有没配音的吧？等等，16有，16真有没配音的，我记得很清楚，那个弟弟那一段就很离谱的，弟弟那一段有很重要的那个对话，结果没配音，我记得呢。那可不止那一段，那15应该也不是全配音。看了，刚才谁说要这玩意来着？忘了。但是16的配音也是属于最三，我。吉田说不是 JRPG， 那我不带他说。制作人自己说的，那我都不带你。本来想夸一夸，哎，但是 JRPG 里少数那种。那既然你自己说不是，那算了。シャドウ。
よし、やっちまえ。先生で倒しちゃいましょう。ゆかりちゃんの敵をダウン。リーダー、お願い。弱点をつけるスキルがあります。次もさっきみたいに決めよう。お、階段。そういえば、あの…チャンスであります。敵2体、ミラクルなら余裕です。はっ、ゆかりちゃんの敵をダウン。いつでも行けんぞ、任せとけ。你的碧蓝幻想通了吗？ギラギラして気が散ると思いますが、シャドウに。那你还不打？大决战！这决战！シャドウいたよ。啊，那就不是。别人能忍得住，差20%。アイテムで弱点はつけそうです。闇の力に弱いようですね。先干一个吧，日王暴怒热，嘿嘿嘿，哇，这一箭怎么射出300多伤害？では探索を続行します。不过我是更佩服那种，我知道有我认识一个在 Steam 上有个朋友，就是他一个游戏不全成就他是不会玩下一个游戏，他实在是太狠。这就是人外有人，我只能说我操，我这不强迫症还不是最严重的，比我严重的有。全成就我可好，我真的不可能，我再也不在乎成就了，已经在乎不起。哦，またあのと。太吓人了，就有一堆那种罐头游戏它都是全成就的，我也不知道它这个耐心，这个耐一是要耐心，二是要时间，它是怎么有，这实在太吓人了。我最受不了的成就就是罐头游戏的成就。试一个吧，从来没用过。発動準備。
如果我能永生的话，我就把每个游戏都全成就，不全成就不通关，我不玩下一个。如果我能永生的话，否则真没这时间。我靠，想想我就头疼。要是我有用不完的时间，我也可以，我也愿意，我也想。爆炸十级，9000元。我选错了，我本来想选经验值。お疲れ様です。この中身もらっとこうぜ。敵の分析に備えておきます。ゆかりちゃんは敵をダウン。この場面なら。我之前有，不知道是。对，现在没了，现在好，很神奇。这命好，就等你。我不是测试吧？我回一次。不过我之前就如龙这样，别的游戏我忘了。龙星二不是龙星二是单机游戏，为什么它有地加密啊？不是，为什么它有反作弊啊？次もさっきみたいに決めよう。单机游戏要用反作弊啊？我不理解，它又不能联机，啥意思？啊？说真的，星空还真是一个没有地加密、没有这些东西的游戏。现在还真不多见。主要是地加密真的对游戏销量有帮助？很好奇。どうなんだろう。住んでるとあんまりわからなくなるね。就是防止首发破解提升难度肯定，但是那些我就好奇的是，就是真的会有人说哦这个游戏没破解所以我去买正版，真的会有这种玩家吗？还是说啊这个游戏没破解我就不玩了，还是这种更多？我怎么感觉后者会更多？真的去找破解版的人应该是不在乎。对，我就觉得所以这东西逻辑上说得通吗？你还是，而且他们口口声声一直说什么地加密不影响性能，但是问题是，这么长久以来，
我想研究研究这件事情，到底就是到底有没有什么留言终结者，就实打实的测试的那种，我去找找。就在社群里感觉都默认D加密会对性能有影响，但是那家公司一直声称没有影响。嗯，我去查查这件事情。那反正我觉得对于销量其实不会有多大影响，要买的肯定会买，不买的那就不会买，所以人家就等说，那我等什么时候破解再玩了。我觉得真玩盗版的。我靠，这暴击率这么高啊！ Holy shit！ 这 P3 玩到后面，这每个角色他有很多 buff 上去以后，个个都暴击，暴击，暴击。你的船有重力驱动器，星空里面的东西，重力是重力驱动器提供。你如果自己的船的重力驱动器，自己的船应该没办法，你把别人的船的重力驱动器打坏了，你上别人的船就没有重力。然后有 mod 允许你关闭自己船里的重力驱动器，这样你的船里也没有重力。它的重力驱动器相当于一个重力产生器，可以这么理解，能改变重力场那种概念。这一群还是给他比较。哇！每次看到这些卡牌好不容易积累了积累全以后，这一次有很多 buff， 我就不想再分两次去开塔塔，毕竟你分两次要重集一遍，感觉还是应该一次爬完。ご機嫌。私からのお願い、成果のご吉報を。それ。ようこそベルベットルームへ。登録上書きしてよろしいですか？登録いたしました。どうぞご覧ください。对了，我有空要在群我那个新陋室做一下新陋室，然后把里面做一堆那个书架，就像我家一样，然后放一堆那个数据板展，不是数据板展是用不了那个行星数据，不知道有没有 mod 修，还是他自己有没有修。那反正就放一堆箱子，然后里面每个箱子里，比如说放五个、放四个那个行星数据、行星勘探数据，然后做一面整一面墙那种数据库，那些东西都在我的异次元储存箱里没有拿出来。これまでの歩みでございます。さあ、特別なペルソナをご所望ですな。こちらのペルソナですね。我操！阿修罗桃子。どちらを継承なさいますか？大きな力を授かって生まれてまい。
生まれるようです。特殊合体。四个印度神话里的怪物合成一个，另一个印度神话里的怪物，吞噬全宇宙之人，我不卖的。勘探数据我都是自己留着收藏，然后我要做一个那种数据库。加百列圣告天使，こちらでよろしいですか？どちらを継承なさいますか？いくらかは力を授かるようです。受けたまわりました。また前にやったネトゲサービス終了するとかしねえとか、我要停止运营。弱点を狙えるみたいです。我很期待今年夏季的这种游戏大展展会发布会给我一点惊喜，我急需一款那种让我能期待的有发售日期的那种游戏。否则今年对我来说有点没盼头，虽然游戏有的玩，但是没有那种兴奋的感觉，没体验到，到现在感觉淡淡的。我需要有一款没发售的游戏给我那种很期待的那种感觉。有点惊喜。这玩意怕什么呀？话说，希望能打出暴击顺平，看你打没打出来。还没死了这下。最讨厌那种泄密者的原因就在于他们总会破坏你的那种。就是一个你完全没有任何期待的突然亮相的那种游戏的惊喜感，所以我完全支持，
就第一家那家公司最近出了个新技术，就是给游戏公司内部用的，它能做那种隐藏水印，这个我完全支持，我双手双脚支持他们做这个。靠，这该死的泄密者真他妈的烦人，破坏人家的那种惊喜感。加卡油，必须全部啊、第一他们也违法了，他们都违反那个那些协议都是，所以有一个算一个，最好全部能，要么罚款的罚款，抓的抓，这种人太过分了。就是你其实什么性质，就和那种喜欢剧透的其实一样，就想剧透别人，就我要知道，你们全都要知道，我不能让你有那种就全有最恶劣。哦，高一等，很有病。あの宝箱、中身を要確認であります。解析できれば有利に。就这种泄密者就很有明显那种特别想显摆一点自己的那种，就知道的小秘密的那种特别小人的感觉，就是有一个算一个，全都应该抓起来，本来就犯法的。我强烈希望所有游戏公司都采用这个水印，这个技术，狠狠的清算，我靠，该死了这帮人，不止 GTA 六，所有的线。人家想对吧？想要的就是那种哪次发布会上突然。那种感觉，你说最近几年都没有体验过了，因为全被卸光了，基本游戏有一个算一个全卸光。你说上一次体验那种，就真正的 one more thing 那种亮相的那种无比惊喜的出乎意料的感觉都是什么时候？该死的，我真的是无语。生活里本来就没多少惊喜，还要破坏人家仅剩的一点啊，等游戏揭秘的惊喜。我懒得骂他，我只希望他们被制裁。所以还有一点就更过分，就这种人不只是他什么这种小人思维这种感觉，他还没有基本的契约精神啊！你难道是没签合同没签 NDA 吗？你自己对吧，白纸黑字同意的亲口承诺的事情你办不到，你什么意思？又这真的就是各种意义上的恶劣，无论是从法律还是从情理，就没有一个是说的。为了满足自己的一己私欲，破坏整个社群的那种氛围，然后破坏人家整体的宣发节奏，精心打造的那种宣发节奏什么，全被他们这帮人给，哎呦，早该制止。而且有个更大的问题是，如果他出了这种你可能不看吗？这就是最大的问题。你想，你很期待一个游戏，你当然期待它的一切信息，但这一切信息理应是建立在官方打造的那种揭幕的那个节奏，结果你被他这么一搞，你不可能不看，因为人都有好奇心，这东西有了就不可能不看。那
而且你不看你也会被透的，就现在你要么就别上网，而且是不是就是一般期待的游戏你还可能不看，你说真是那种期待到就一点信息我都想我都迫不及待的，怎么可能不看你这种，所以这种东西就不能存在，有些东西就是从根源上，只能从根源上断，没办法。就比如说星空这游戏，万一它出了一个真有一个比如说泄密的东西，我可能不去看。而且它确实泄过密，只是不严重，只能说还好，不是 GTA 那种预告片直接出来，那倒没有，所以还好。他真有泄密，当时我做过视频的，他那些他泄了几张图，但那几张图说实话倒没啥，几张图就是几个那个叫什么来着，几个模型的那种，也就还好。否则呢，他像 GTA 这种就哎 GTA 我还真忍住了，因为 GTA 这次我真没去看他那个泄密真人，我只等官方出了我才去看，因为我早就知道他泄了，官方也是干脆就将计就计了，泄了我就马上发了，他也不想造成进一步的问题。那个更蠢，那个事儿是什么艺术总监的儿子在抖音上发的，真的我操，哎呦这老爹太惨了，有这么个天才儿子真是撑不住，不知道有没有被阿星处罚，这算不算是他的事儿？很难说，毕竟你说我 work from home， 难道我还要把自己家门锁了？我天，这是吧？这事儿太难了。首先不是他主观泄密，但是你也不可能完全没有后果吧？那以后人真要抢泄密，就找个借口，这是我家人拍的，那能怎么？这。道塞いでる強いやつも見慣れたけど、あと何体いるんだろう。回得太及时了吧，太棒了。好，这货没有一个怕，是吧？
頼んだろ。お疲れ様でした。それじゃあ找成员的时候尽量避免站着，好歌曲准备好。ねえ、あの箱。帰るやつ発見。これはまだいい。あの。お帰りな。あのね。这还有这种事儿啊？あの。哦，对呀、啊，出去侦查的时候，我们回去了，那个人就懵逼了。对，确实不好这么说。回来人呢？まさか。这货又来了。不是这不是实际上能，这是抽奖啊！我怎么感觉？続行します。箱の中身。箱の中身。階段です。登りますか？登りますか？登るし登っていい。先行もらった。闇の力に弱いようですね。
お見事なフィニッシュでした。この回は。この状況は有効ですね。パラディオン、手応えありません。今なら弱点がつけます。トート、ナイス、いい調子。次もさっきみたいに決めよう。そうじゃ。我还真没怎么遇到过他。那兄弟，那日本游戏一大堆不烦，特意有的时候我都觉得特意的，觉得这个英文很酷。那就不知道，那要看日语原版到底是英文还是日语。
如果日语版是日语，那就证明是漏翻；如果日语版也是英文，那就翻了没那味儿了。反正你说要是把第三二这些全给翻成中文，还真没那味儿；翻成日语也不行，就是要混搭。我还在考虑到时候龙心爱我到底玩英文配音还是日语配音，我还在想。但是他是制作组，确实是日本制作组。谁设计的爬塔？爬没爬够啊！刷死我！眼看着应该要到头了，这最后一个人工岛输的话，既然它叫最终。别又在骗我，搞了半天。ざっとこんなもんでしょ。いい感じだったね。他这个迷宫太没设计感，就是说他这个迷宫，他也没有就是没有什么互动，就是走砍走砍走砍。然后呢，因为他是回合制战斗，就是还比较慢，还不是那种计时制的，你就真的就砍一个就死一个，也不是 P5S 那种。毕竟他啊，这些加在一起以后，就导致再导致场景几十层不带变，就实在是让人有点无语，是非常无语了。ここは弱点を狙えるみたいです。リーダーが敵を撃破。那反中版有问题。画蛇添足。字幕对不上是不是有港片的感觉？就是从来都，我小时候在电视台上看港片，从来的那个实际的这个说话的和字幕都对不上，反而有一种独特的味道。
間進もう。这 ban 是什么意思？我记得如龙里面沙荣子有一句话叫瓦达西诺 ban， 轮到他的时候，哎，难道 ban 是回合的意思吗？轮到我了，对不对？瓦达西诺 ban， 就 ban 这个词是什么？拿钱你可以有10000块，钱马上就什么都不是了。老滚武汉话，这不我们老滚武的汉话吗？这下有老滚精髓了，这下再这么下去，不过我听说有一个地方他还是没有改进，就是他这就是龙星二里面的字条全都是概述，概述就是不是字条上实际的东西，是这样书信之类的，就你别人给你个书信，你打开看你看不了实际上他写的是什么，他不像老滚那样，对，就他里没有那种是吗？他有没有实际，意识一般都是这样，就大部分全都是，绝大部分都是概述，不知道为啥。对，按理说你就写一段话，这很怪。
只能说呀，老滚那种每个细节打出来的确实不是那么容易能学的，但是其实这也不难，只能说不理解为什么写点字条那样多。星空的大部分虽然它都是那种就是全记载的字条，但是有一点奇怪，就是刚开始游戏的时候你拿到的那些数据板，它音频数据板还会有完全的那个字幕，结果后来音频数据板就没有完全的那个文字在上面了，不知道为什么，就一开始有，是我意思是它一开始它会把整个一段就是转录的文字显示在数据板上，显示在音频数据板，除了一开始的那几个以外后面就都不显示，你只能一句一句看，我也不知道为什么。我一开始还夸哎这次不错能直接、哦、后面没了，忘了难道是。召喚の時です。パラディオン、行くであります。の力で。没有这一次。よし。
集中して狙いましょう。今なら。やっ。攻撃します。ここは。まだ。読まれたか。よっ、ラッシュだ。危なくなったら撃つのやめてくださいね。よし、調子いいね。さてと、探索に戻りますかね。あのシャドウ、手こわす。获得三刷，加一个新的邪念结局。相手、かなりの強敵です。来晚了。还好我不玩邪念结局，哈哈，这发烧了这么久，突然加个结局，当然是好事，但是突然加个结局是啥意思？最后一波内容更新了，毕竟他们之前说没有 DLC， 也不出四，做完这两个。然后还要做一下那个跨平台 mod 支持，现在都开始做跨平台 mod 支持，好事儿。无论是天际线二还是毕生那些游戏也都是，主机慢慢也要开始，就是越来越多的游戏都能让主机用 mod。估计做完这两个，就是拉瑞安和博德之门，拉瑞安和 DND 就彻底拜拜，不会再做 DND 的都。但他们说想做 something new， 就应该也不是神渊三，按照这个看法应该是新 IP。 我靠，那就太好了，我很想看看他们做什么新 IP， 能不能做个太空题材。因为很多公司都是一开始做西幻 WRPG， 然后就包括你想 BioWare 也是，杯赛也是，CDPR 也是，都是想就是做完奇幻 WRPG 以后都会转去做一个科幻题材。我不知道拉瑞安是不是有这个打算，我希望如此。我还是更想玩科幻。啊！他把自己给弄死了，他这一招把自己秒了，不知道为啥。哦，因为反弹了呗，靠，搞笑。怀疑是不是孩之宝的一些表态导致拉瑞安不想跟着 DND 做。记得孩之宝之前有个新闻是说他们就是，也当然到底有没有这个意思就不知道了，反正很多媒体和玩家解读出来，就孩之宝的意思是，就是感觉这个博德之门三的成功自己的功劳很大，好像有那么一种意思在里，但其实他啥也没干，不好说。那博德之门四会不会又要等个十几二十年，也不知道谁会在做，觉得能有能力做的也没那么多家，能有能力做3A WRPG 的其实也没几家，而且他们都挺忙，我看这系列又要被雪藏了，这么高。私からのお願いです。成果のご報告。それで、
見事で。え？红莲华斩杀，特大伤。お待ちして。过半人格面具。ご用件を伺います。ペルス上書きしてよろしいで登録いたしました。合体で特別なペルどのようなペルソ。良い選択かと存じます。引き継ぐスキルをお選びください。力を授かってる楽しみでございますな。沼泽小狗你饿了，今晚吃什么？沼泽小狗带着你的，成为你的翅膀，飞越星空。星的社群羁绊，万物流转。こちらは強いペルソナです。良い選択かと存じます。こちらは強いペルソナです。こちらのペルソナですね。受けたまわりました。またの。取个整数估计不行，如果200层结束就好，我感觉不是，不止。上の階へ行くほど内部の異質さが増している気がします。チャンスがあります。準備中です。もう少し時間はかかりそう。ありえない。発動準備。お見事なフィニッシュでした。
红莲华斩。討伐終了。勝ったね。シャドウ反応消失しました。では探索を続行します。うろうろしてやらんけ。チャンスであります。今なら弱点がつけます。オルフェウス。ダイブ！いい調子。私いけるよ。了解、行くね。ヒカリちゃんは敵をダウン。敵、転倒しました。さすがユカリッチ。これで終わらせるよ。これで決まり。ざっとこんなもんでしょ。次もさっきみたいに決めよう。シャドウ発見。どうぞ。攻撃の分析に備えておきます。貫通が弱点です。解析準備中です。もう少し時間がかかりそう。さすがであります。よし、やってやんぜ。任せとけ。よし、敵1体を撃破です。集中。召喚の時です。パラディオン息であります。討伐終了しました。シャドウ反応消失しました。じゃあ探索再開だね。シャドウだ。解析準備を開始だよ。ガルーダ。さすがであります。敵みたいダウンです。ガルーダ。ナイス、いい調子。ボッコボコにしてやったであります。強敵です。リーダー。五个楼层边界边界边界总算要结束了。折磨。
深刻です。回復をお願い。ペルソナー、ここはこれだ。この相手の解析を進めますか。ラファエル、消耗してますよ。火種を回復を急いで来て。ペルソナ、苦しくない。特大伤害，よし。饮食间到底算哪天？说得好，但我一般倾向于我没睡觉都算今天。时间算是今天还是昨天还是今天还是明天？娜娜，这是。忘了个箱子。这游戏有没有等级上限？应该有。那是，我是懒得。他要不是你不打这个打不过主线，我都懒得打这玩意。理论上你可以不打，但你就打不过主线。那不就是还要吃海椒？
俺の出番か。頼んだよ、決定。任せなさい。さあ、サイファーアルティメット。K 是看见了，咪是看 ，K 是。不神话中的死神，黑之神。では、私もいつか大幅なアップデートをするべきなのでしょうか。携帯みたいにできるもん。
つか、アイちゃんはそのままで OK よ。階段を発見、記録します。Thank you.
さすがに。からの。靠万能属性。敵2体、同時に撃破です。どうだ？これ。であります。討伐終了。我々の勝利です。シャドウ反応を消失しました。非要回来才能存个档，实在是有点多此一举。感觉除了凡人以外，没有多大区。そのフロアがこの階層の真ん中あたりでしょう。哎呀。決めるぞ。これでも
ます。ご注意を。気兼ねを。急げ。支援完了。あ。敵あと2体。行けますよ。ここで俺が。敵を撃破。純平くんいいですね。召喚の時です。この状況はパラディオン。どうする？次は来て、セルサだ。ちょっとそれなしだって。回避成功。ジェンペイ君、回避お見事です。いっけ一次打的。この場面なら、来て、セルサだ。ありがとうございます。危ねえ危ねえ。ダメージ残念でした。カルちゃん見事な身のこなしです。ヘルメン。ペルソナ。興味深いです。月亮塔楼台，参与战斗所有同伴已经完全恢复。これは
但这不是最终，应该下面一个阶段就是最终。啊，这文书也不是最终，我他妈以为这是最终了，靠！凭着兴趣收集来的古董开家店，原来是他呀！怪不得他认识藤条。他妈的，每次都以为要结束了，每次都没结束。他给我个委托，说是最终，什么意思？ご機嫌。依頼を受けていただけますか？他就是最终，零八就是最终，那应该就是下个阶段就是最后，这书就到头了。ええ。现在你朝着下一个真相迈进。素晴らしい。それでは。都没了的，这塔，我靠！啊！不要爬塔！お疲れ様。这是真受不了，这个，这是真受不了。这爬塔，当年我都听说别人说这爬塔有多折磨，我不信，现在我信。おはよう。ダメであります。这不行。这卫生间还是有用的，会提醒你一个事情。我又没转过去。哎，不对，其实来这边上高中差不多是转学，因为北美的高中是初高中一起的，是九年级到十二年级，不是九年级到八年级到十二年级。我记得是在初高中在一起 high school， 反正没体验过，这种待遇和我无关，我走错了。我怎么买花呀？哦，白色切花。再给調子はどう？はい、みんな注目。絵画コンクールですが、平賀くんの作品が最終選考に残りました。すっごい。部長のは割とすごかったから入賞するかもね。やめてよ、F でのせいだって。
僕だけ父さんのお風呂のたぬき毛の筆を使ったし、絵の具のノリが他の作品より良かったんだろ。たまたま審査員の目に留まっただけだって。ありがとう。でも美術始めてたかが2年ちょっとだよ。そんな僕が最終選考だなんて。自信を持ってください。平賀部長は頑張ってました。遅くまで部室に残ってたのみんな知ってますから。部長なのにね、僕みんなに励まされっぱなしだ。ごめんね、新入部員の前でみっともないよね。こんな頼りないやつだけど一緒に頑張っていけたら嬉しいな。せっかくだから美術やるだけやってみようかな。ああほら、もう下校時間だよ。みんな帰ろう。気分が荒いな。唇の色も良くない。昨日は何時に寝た？お昼はいつもどんなの食べてる？低血糖。我是从来不敢不吃早餐，我上课迟到我都要吃早饭。我有时候上课迟到我都必须在外面路上买个早饭，这是绝对。やっぱりそうだ。偏食による貧血だね。ファーストフードばかり食べてるらしいから、牡蠣やアワビとかも食べるといいよ。鉄分が豊富だし。いろんな調理法があるし。上课可没有吃饭重要。やめてよ、そんな大げさな。このくらい常識だよ。医者の息子とか関係ない。僕、彼を保健室に連れて行くよ。みんなは先に帰ってて。白い花、なんでお前がこんなもん？なっ！ああ！なんなのよもう！お前あれか！さては俺のこと大好きか！うわ、ひでえ！俺にはへこむ権利もねえのかよ！そう、勝手に退路を立ち上がって、こんなんされたら行かないわけにいかねえじゃん。でもありがとうな。お前には負けるが、余計なおせっかい焼いてくるわ。つってもお前にもらった花だけじゃ俺の格好がつかねえよな。花束持って押しかけるか。バラしてどっか。ここの奥にあるケセラセラっていうバーまで行きたいんです。実はミツルさんに贈り物をしようと思ってて、あげたいものがそのバーで買えるかもって話を聞いたんですけど。
ねえ、あれ何？知らねえ。なんでガキ？やっぱり危ないかな。でも夜しかやってないって言うし。あ、はい。もう少し先かな。ちびっこがうろついてるとか、この辺りも平和ねってね。早く帰ってねんねしなよ、ボクちゃん。ママがお家で待ってるよ。いいんです先輩、全然平気です。先輩に迷惑かけられないし。お店ここですね。ここの店主の人、味にこだわりがあって普通じゃ手に入らない食材も仕入れてるって。紅茶を使ったカクテルを作るのにすごく貴重な茶葉を使ったり。ミツルさん、ラウンジで飲んだりしてますよね。喜んでくれそうな贈り物って言ったらこれかなって思って。お店の人、分けてくれるといいけど。見た目は怖そうな人でしたけど、ちゃんと売ってくれましたね。担当到底有什么但是吗？これでミツルさんに渡します。我记得以前有妻子，不是不一样。あんなことがあって、ミツルさん大変だと思います。大事な人がいなくなった家って、ただ悲しいだけの場所に思えて。那秋斗是什么？だからせめて寮にいるときは穏やかに過ごしてほしいんです。ミツルさんのことだからきっと大丈夫だと思うけど、美味しいお茶でも飲みながらゆっくり考えてくれたらいいですよね。いえ、いつもお世話になってるし、そのお礼も兼ねて、僕がどうだったかって考えたらせめてこれぐらいは。それじゃあまり遅くならないうちに帰りましょうか。あ、いえ、何でも。先輩、今日はありがとうございました。それと、いろいろご心配かけてすみませんでした。荒垣さんのことがあった後はちゃんと話せてなかったから。荒垣さんに言われたことの意味、ずっと考えてます。自分のために生きるってどうすればいいんだろうって。わからないなりにいろいろやってみました。少し前の僕ができなかったこと、考えられなかったこと、普通に学校の友達と遊んだり、漫画読んだり、テレビ見たり。寮の皆さんにも自分から声かけてみたりしてます。ミツルさんには勉強を教わったし、ジュッペさんをゲームでやっつけました。ゆかりさんたちとお菓子を食べたり、アイギさんとハンバーグに餌あげたり。そういう何気ないことって楽しいんですね。今のところ分かったのはそれだけなんですけど。そうします。考えるよりいろいろやってみたくて、今は少なくとも生きてるって思えるので。寮の人たちと話してるとよく先輩の話が出るんです。みんな先輩のこと話すときはなんだか嬉しそうなんですよね。辛い戦いが続いても僕らが頑張っていられるのは、ここへ帰ってくれば先輩がいるからなのかも。はい、うまく言えないですけど、僕のことちゃんと見てくれてるって思ってるので、僕も先輩みたいになりたいです。だからこれからも先輩のそばでいろいろ勉強させてください。ごめんなさい長々と。夜は
もう空気が冷たいですね。帰りましょうか。僕らの家に。5点，今天就先到这，洗个澡，吃饭。